指揮者の飯森泰次郎さん、新国立劇場の芸術監督も務めたクラシック界の重鎮です。飯森さんはドイツで長く活動した経験からドイツ音楽を最も得意としています。景観名誉指揮者を務める東京シティフィルハーモニック管弦楽団とともに、ドイツロマン派の代表的作曲家ブラームスの交響曲全4曲の演奏に取り組みました。古典形式の美しさとロマン派の叙情性を併せ持つブラームスの交響曲について聞きました。構造が非常にはっきりしているっていうんですか、ドイツ語という言葉、ね、これがもうその音楽の中に染み込んでいる。彼のこのドイツ的なこのブラームスの、ね、顔がその印象派風であったり、それから、もう一つありますね、表現派っていうのかな、現代的な響きっていうのをやっぱりブラームスというのは持ってるんですよ。ベートーベンの後継者としてのね、本当に立派な、もうドイツ的すぎるくらい、ね、のブラームスでありながら、そんなにいろいろな顔を持っている。飯森さんは東京シティフィルを指揮し、ローエングリーンやニーベルングの指輪4部作をはじめ、ワーグナーのオペラに長年取り組んできました。ベートーベンやブルックナーの交響曲の指揮でも高く評価されています。特にドイツ音楽がとのお付き合いが非常に長いわけなんですね。ブラームスに関して言えば、すっごい好奇心が非常に旺盛です。作曲家に傾倒してないと、本当に好きでないと本当に理解できないんですよね。こういうブラームスでありたいっていうところを非常に彼らはよく分かってくれる。